こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星名します。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今宵も素敵なゲストに来ていただきました、ジャブスアルキビオのディレクターの中新井純平さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。中新井さんだけはこの番組に出ていただいている方の中でもフルネームで呼びたくなるんですよね。なんかそうなんですか。よくないですけどでもちょっとわかります。イタリアからあれですか、いつ帰国を。4月7月の末に、はい、帰ってきてまして、でジャブス の、 メインの展示会、はい、それがありまして、それで今日の収録になってます。はいはい、今回は今回ですか、はい、70周年記念の、そうです、とてつもないフルコレクションができたという、はい、ジャブス社が2023年、はい、今年、70周年を迎えまして、はい、それを記念してジャブスアルキービオのブランドで70周年トータルルックを作りましょうと、はい、すごいですね。いよいよトータルに。びっくりしたのが目の前に靴があるんですよね。まあ、ジャブスアルキービオらしくシンプルに、はい、そこまでひねりは加えずに、はい、コーディネートしやすいものっていうところで、星葉さんが今手元に持っていただいているこちら、はいはい、パンツにもトップスにも使っているジャージー素材をこのスリッポンに使用しました、うん、なるほど。なので、はい、トップスからパンツから靴まで、はい、セットアップできちゃう。3ピースです。3ピース、はい、新しいこれでセットアップ3ピース完成、はい、そうなんです。3ピースをお見せします。あ、3ピースあるんですね。 あります。実際になるほど、はい、おーおー、こうなりました。本当に3ピースだ。つながりますねこれね、はい、もうコーディネートいらずじゃないですか。いや本当です。で、色はあと黒もあります。あ、これの黒もあるんですか。同じ生地で作ろうと思われたのは何でだったんですか。ジャブスアルキービオですとジャージー素材が割と人気なので、はいはい、ジャージー素材を他にも活用できないかなと、ってなった時にあれスリッポンで使ったらどうかなと、うん、ありそうで確かにないですよね、はい、という発想で。面白い。これも70周年記念モデルですか。そうです、こちら70周年記念モデル、はい、ブルゾンはどういうものなんですかこれ、ね、ジップアップの、はい、まあ、MA1タイプですよね、こちらもね、はい、ゴールドラインをベースにしたものなのでネームタグや引き手、ジップ、すべてゴールドのものがついております。これせっかくなので、はい、ちょっと着てもらいましょうか。セットアップすべて いいですか。はい、もちろんです。じゃあ着替え終わったということなんで早速お呼びしたいと思います。はい、70周年の中新井純平さんです。こちらがかっこいい3ピース、こういう使い方も、はい、いいですね。ありがとうございます。上のブルゾンとパンツも特徴聞いていきますか、はい、せっかくなんで。はい、せっかくなんで。パンツの方はマサッチョ、はい、マサッチョゴールドですね。マサッチョゴールド。はい、スニーカーはグランドカートっていう、グランドカート、はい、ネーミングなんですけど、ブルゾンが、バルディで、実はインナーも、はい、ゴールドラインのニットになっております。はい、全てジャブスアルキビオ70周年の記念モデルのゴールドモデル、はい、でスニーカーだけは、はい、バーニーズニューヨークで先行発売で、色違いが黒があるんでしたっけ。そうです。あれこっち手元にこっちにも黒ありますけど、これはこちらは、はい、スウェードの白と黒、こちらインラインの方で。ちなみにこのスニーカーの特徴はどういう特徴があるんですか。カップインソール、はい、では中のインソールが、はい、の高さが 1.5、はい、倍になってます。1.5倍、はい、このソールでどのくらいですか。 2,3 センチぐらいですかね。 2.5 センチでプラス 1.5 センチのソールが入ってるってことですか。はい、ということは4センチ。4センチだ、はい、ということは中新井純平さんは3メーター。そうです。見慣れちゃって。通常何センチでしたっけ。通常190センチです。ということは194センチになってるんですか。ほぼ2メーターですね。このシンプルな見た目で4センチ身長が高くなるってなかなかないですよね、うん、ないね。ちょっと思ったのは普通の通常のこういう割とスリッポンってちょっともうちょっと、ま、ラウンドじゃないですか。そうですね、結構細身ですね、はい、これね割と、はい、細く作っております。はい、それは何か理由があるんですか。やっぱシャープに見えるからですか。すいません、どうしても、まあ、物にもよると思うんですけど、モテッと見えちゃいますね。モテッと見えるんで、それは本当に気をつけて。ジャブスアルキビオのパンツとか、はい、ブルゾンとかと一緒に合わせるために少しスマートにしたと。はい、はいはい、そうです。これはもともとあるモデルなんですか。この上もトップスですか。トップスは、こちらも新しいバルディというモデルです。今回の70周年用に作られた、はいね、そうです、はい、
かなりミニマルですもんね、うん、はい、本当にシンプルにコーディネートを邪魔しないというのが、まあ、コンセプトがあるので、うん、でこちらのニットなんですけど、はいはい、糸の方がトレーニョ1900っていう糸屋さん、こちらのハーモニー 4.0 という機能的な糸を使っております。機能的、まず洗える、洗えるウールっていうことですか。そうです、はい、でピーリングができない、あ、うん、ということは、はい、毛玉ができない、毛玉ができない、うん、そうですね、毛玉ができない、であと撥水性があると。じゃあ多少雨に濡れたりとか、はい、あとはこう汗をかいたとしても、はい、通常のニットよりは、そうですね、うん、はい、なるほど。これいくらぐらいなんですか大体。バルディの方が65,000円です。65,000円でパンツの方が38,000円ですね。インナーのニットは、インナーのニットが39,000円です。この白のスウェードと黒のスウェードの方はいくらぐらいですか。はい、スウェードの方が30,000後半ですね、はい、ジャージの方も大体同じぐらいです。30,000後半です。同じぐらいなんですね、はい、あの通常のあんまり変わらないですね。そうですね、ジャースの、はい、あの価格と。なんかすごいのがここに隠れてるんですけど、これは何なんですか、うん、こちらは、シンセティックレザーです。ジャブスってレザーなかったですよね。なかったです。リアルレザーではないんですよ。フェイクレザーですね、はい。素材はポリウレタン、ポリウレタンレイヨン。なんか時代的にもありますけど、リアルレザーを出すよりちょっとこう、まあ、サスティナビリティみたいなところですね。そうです、そういうのもありますね、はい、新鮮さがあるのかなと。これどういう特徴があるんですか。こちらのベースはバルディ、はい、ストレッチは効いてるんですか。ストレッチ効いております。あ、もうそうですね、もちろんギュンギュンに伸びるわけじゃないんですけど、うんうん、革を着ている時の窮屈さはかなり緩和されそうだなっていうぐらいの、はい、なんかこうナチュラルに動いてくれそうなくらいのストレッチを感じますね、はい、うん、それと同じ素材でマサッチョ、あ、マサッチョを作って、マサッチョゴールドですね。なるほど、すごいセットアップですねこれ。最近あのレザーパンツをね履いてる方も、そうですね、レザーパンツ着てますよ ね、はい、ね、このレザーパンツでもこういうドローコードがついていたりとか、うん、こういうちょっと進化系っぽいレザーパンツもあるんですか、うん、最近って、そんなにないと思います。多分初めてなんじゃないかな、はい、まあ、新しいものを提案するっていうところに、うん、形はマサッチョで、マサッチョですね、はい、ドローコード、センターのつまみが入ってて、はい、ドローストリングついてて、そうです、ね、ベルトでもいけるし、ここにシャーリンがついてると。そうです。これはいくらぐらいなんですか。こちらがですね、38,000円です。パンツでですか。はい、パンツで38,000円で、トップスの方が65,000円です。じゃあ今着てるジャージのセットアップと一緒ってことですか。一緒です、はい、ちなみにこれ色展開は黒と、はい、アイボリー、アイボリーです。イメージが全然違いますね。ラグジュアリーさの系統が全然違う感じがしますね。やっぱり黒はかっこいい、うんうん、になりますけど、うんうんうん、こうアイボリーになると一気に優しさというか、うんうん、が上がりますね。でもまだまだありますよね。はい、まだあります。 BR モデルとして出したモデルをモディファイを加えて、はいはい、70周年記念モデル、はい、しました。70周年の記念モデルの元が BR 別注なんですか。そうです、はい、面白い。それすごくないですか。そう、すごいですね。さらに、はい、これもセットアップでいけます。テクノサージウールですね。ウールなんですね。テクノサージのウールって どういうことですか。テクノで、まあ、機能素材、うん、サージは、あやおり組織の名前ですね、うん、ウールのあやおりってことですね。そうですね、はい、それの、まあ、機能素材と。そうです、はい、ちょっとストレッチ効いてるって感じですか。そうです、効いております。もちろん洗えます。あやの、ね、光沢感とドレープ感、はい、で生地がめちゃくちゃ張りがありますね。そう、張りがあるんですよ。コンパクトなんですよ、すごく、はい、しっかりしてますね。伸びるのはストレッチどう。あ、これもさっきみたいにギュンギュンではないですけど、うんうんうん、あ、ウールでこのくらい伸びるんだっていうぐらいには伸びてくれますね。なるほど、うん、これシワにならなく。そうですね、シワもなりにくいと思います。これはあれですか、オーバーシャツですか。そうです、着るイメージとして、はい、もう本当にセットアップでこうやって着て。そうですね、外に出して。そうですね、中に T シャツでも着て羽織っていただくというタイプです。じゃあシルエットもちょっとボクシーというか。そうですね、ゆったりとしております。もともと BR がどういう感じの別注で、そこからどう進化したんですか。もともと素材がナイロン素材で、胸元の下のところにロゴが入って、ありましたね、ロゴ入ってたやつ、はい、で襟型が若干大きめだった。今回は襟型もコンパクトに、はい、しました。これは黒以外にもあるんですか。黒以外にグレーの2色が
あります。茶色いパンツはまた違うやつなんですか？でこちらがまた別の素材で、70周年記念すごいいっぱいめちゃくちゃあるんですね、はい、でこちらがビエラ地区のジミョネ、若いあの生地屋さんなんですけど、はいはい、その中にすごく惹かれた素材があったんですよね、はい、それがこれ、これです、はいはい、これどういう特徴があるんですか？特徴はジャージのような生地、はい、うん、ってことはジャージじゃないんですか？ジャージではないです。ですが縦横ストレッチのタッチもソフトで、まあ、ジャージを着てるような感覚に。本当だ、ちゃんと伸びる、うん、この手の伸び方だとジャージっぽいですけどね、はい、そうですね、目面も綺麗ですもん ね、はい、これね。今回初ですか、登場するのは？今回初です。そうです。じゃあもしかするとジャブスのこれからの新しいコレクション、この生地結構増えるかもしれないですね。はい、あの増やすつもりでおります。あ、やっぱりそういうことが、ね、はい、すごい使いやすい素材。これ価格いくらぐらいなんですか？49,000円です。色がこの色と黒、ちょっと素材が良くなった分高くなるんです。そうですね。これはセットアップとかではないんですか？セットアップで、提案しております。あ、セットアップなんですか？何とセットアップなんですか？今度ジャケットですか？ジャケットです。実は先ほど私が着てましたね、はいはい、あれも同じ素材で、色は春夏に提案した色なんですけど、うん、はい、ちょっと持ってきてもらってもいいですか？ちょっと書き出して、ちょっと着替えさせてしまったんで、うん、ピッティで、壁にかかってた一番最初にあった、壁にかかってたやつか、はい、これが最新モデルだったんですね。そうなんです。はい、まだ買えないけどこういうのが出てくると。そうです。まさにこれと同じ形のものが今回70周年記念モデルとして登場していると。そうです、色違いで素材に惚れてしまったってことなんです ね、 ですね。やっぱり扱いやすさがあるんですか、この生地は？扱いやすさももちろん、ありますし、着心地ですかね。本当に着心地がいいっていうのは僕は一番重 要、 重要してますね。なるほど、はい、やっぱりかっこよく見える、持ち感がすごくいいですね。なるほど、はい、なんか着て楽っていうことももちろんだけど、はい、プラスこう見られた時の形がいいんですね。はい、へー、70周年記念モデルはたくさんありますね。買えるところはどちらになるのかな？バッチリ BR オンラインで買えるようになっておりますので、うん、はい、皆さんまずは BR モールチェックしていただけたらと思います。なるほど、サイズとかがなくなる前に BR オンラインをご覧くださいませ。はい、じゃあ最後宣伝を。私寺田由紀2冊目となるビジネス書が9月15日に発売されることになりました。ということは3日？3日後です。おめでとうございます。自分を変える話し方というタイトルでございます。こう現状を変えたくて変えられなくてモヤモヤしてたりとか、現状に何か不満があるけど何もできてない方とか、そういうもどかしい気持ちにそっと手を差し伸べられるような本になってたら、嬉しいなと思っておりますので、現在予約受付中です。予約していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。すごくわかりやすく言うと、うん、話し方を少しちょっと変えたりして前向きにすると、どん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 いい風に変わってって自分らしくなるよってこと？まさにでもそういう感じなんですけど、うん、話し方に向き合うことで自分に自信がつけられて、こう自信を持てることによって、こう人生が楽しくなっていったなっていう感覚があって、なのでこう自分がコミュニケーション楽になったよ、楽しくなったよっていうノウハウをお伝えしながらも、どういう変遷で自分の人生が変わってきたとか、どういう考え方とか、こう行動をしてきたから自分のことが好きになってきたよねっていうのを、こう両方の角度から、あ、いろんな角度から、はい、書かせていただいてます。じゃあ俺が話し方ドラえもんみたいにすればドラえもんみたいになれるってこと？そういうこと。皆さんぜひ買ってあげてください。はい。じゃあ星間さんも、はい、この BR チャンネル以外にもですね、ミニマルワードローブチャンネル、それから僕が編集長やってるフォルサスタイルもぜひご覧になっていただければと思います。はい、ということでイタリアからいつもありがとうございます。ありがとうございます。さあぜひ中田さん来てください。はい、気をつけてお帰りください。次回はこちらです。4年ぶりにスーツにガツッと力を入れて、伊勢丹メンズっていう名前でオリジナルブランドとしてスタートする。工場と旗屋さんがこう一番前に出てくるような、フィット感でピッと はまるからすごい着やすい。これがおすすめですっていうのがもう選ばれてるから、こういう生地にしてもカノニコにしてもね、クズリケオリさんにしてもスーパーハイコストパフォーマンスですよね。チャンネル登録はこちら、こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。こちらもご覧ください。